はい、皆さんどうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。カズチャンネルのカズです。今回はですね、こちらの方ですね、Amazon の方で、買ったので開封の方ですね、していきたいと思います。ちょっとね、親がいるので、若干ね、声を低めにして喋っております。それでは開けていきたいと思います。テクニカさんのステレオヘッドセット ATH770COM ですね。値段の方はですね、6572円しました。はい、名前の方はね書いてないんで大丈夫です。3で使うために買いました。はい、こちらの商品はですね、クリアな音質、通話や音楽再生などが楽しめる高音質ステレオヘッドセット、高品質な通話を確保する可動式グースネックマイクロフォン、音楽などもしっかり楽しめる高音質 40mm ドライバーを採用、素早く通話をカットできる便利なマイクミュートボタンが搭載となっておりますね。いろいろ機能がついてるみたいです。こちらの方はですね、プレイステーション3や PC とかで、使えるヘッドセットですね。それでは開けていきたいと思います。意外とのヘッドセットですね。高級感のあるヘッドセットです。はい、こちらがですね、マイクの部分ですね。オーディオテクニカとなっております。こちらがですね、多分今、ちょっとね、今開けてないんですけど、いろいろついてます。こちらがですね、何だったかな。こっちが 3.5mm のミニプラグですね。はい、こっちが、同じく 3.5mm ステレオミニプラグですね。はい、こちらはですね、ヘッドホンジャックで、こちらが、マイクロフォンジャックですね。 PS3 で使うのは多分ね、コンバーターがいると思います。自分はですね、PCV80 のコンバーターのやつがあるので、多分大丈夫だと思います。あと説明書ですね。よく読んで使いたいと思います。こんな感じで、グラグラでしたけどね、動画の方を送りしてきました。
気に入っていただけたらチャンネル登録と高評価お願いします。パソコンの方はですね、上の方に出る、チャンネル登録のね、バナーお願いします。スマホの方はですね、下に出るチャンネル登録をお願いします。それでは皆さん、これで動画の方終わりたいと思います。次の動画でお会いしましょう。さよなら。